さくらの皆さん、こんばんは。妖怪絵本作家と名乗っている加藤と申します。高木さんというのは早稲田大学の大熊塾というところの後輩で、僕はですね、ちょっと不思議な夢を持っていましてですね、妖怪になりたいという不思議な夢を持っています。子供はですね、みんな仮面ライダーになりたいとかですね、宇宙を一周したいとか、本当に自由な夢を持っています。そういう感じで僕も妖怪になりたいという夢を持っています。でもそんな夢を持っているとみんなすごいバカにされました。でも高木さんはバカにしませんでした。どんな顔と言ってですね、高木さんはこんなね、僕みたいな人でもすごい応援してくれてます。そして高木さんはですね、本当にですね、さくらの皆さんを応援しています。本当に高木さんはですね、さくらの皆さんの夢がですね、みんなの夢が叶うと思ってですね、応援してくれてるので、ぜひ高木さんを応援してあげてください。それでメッセージを送らせていただきます。